北海道日本ハムファイターズ1サンオリックスバファローズ3日エスコンフィールド日本ハムが2連敗3万1770人が集まったが攻守で力を発揮できなかった2回の守りでは池田の2投で二遊間がともにベースに入らない連係ミス遊撃、上川端が入る予定だったが難なく2投を許し その後佐野城に先制打を浴びた3回の攻撃も痛かったならば、まあ、磯畑の連打で無視1・2塁としたが万波が見逃し三振さらに一時1・2塁から松本剛のセカンドライナーで一掃磯畑が飛び出し併殺となったライナーバックは基本プレーだが走塁ミスでチャンスが消えた 試合後、新庄監督は球団を通じて、プロとしてやってはいけないミスをして、ファンの方に申し訳ないと謝罪。リズムに乗ることができず、オリックス戦の今季の負け越しが決まった。私がまとめたネチズンのコメントは次の通りです。磯畑、こういうい飛び出しアウトが多くあります。 足が速いからワンヒットでホームインしようとして打球も見ないでスタート切ってるように感じますスプリンター要素は十分あるのだから打球に対する判断をしっかりしてほしい磯畑選手の走塁ミスも痛いけど万波選手に1番に指名したのであればノーアウト1・2塁の場面で送りバントでも良かったかなと思います 前日山本投手も含めて連日高投手が投げているのだから接戦に間違いないので泥臭く1点でもいいから取っていかないと打って打っての1点は難しいですオリックスに勝つにはファイターズの投手が1点もやらないピッチングするかたまたまオリックスの投手が調子悪いかしか勝てません是非来年はその場あった細かい野球してもらいたいです 高投手相手に2、3連打打つのは今のファイターズだとかなり難しいのでバントセフティスクイズとか混ぜた攻撃でオリックスにぜひ勝ってほしいトライアウト期間にこういうことが整理できてたら今年強かっただろうに選手の成長が追いついてないですねロッテ監督吉井さんが2軍に行けと言うとほっとした顔をする若手がいる。 と言ってましたが、今の若手って2軍でのほほん。とやじもない環境でたまに1軍行って1000万くらいもらえてたら満足なのかもしれませんね。上を目指す必要性を感じてない。なかなか見ていて応援していてつらいです。新庄監督がファンに申し訳ないなんて初めて聞いた。いやまあ何度か言ってたのかもしれないけど自分は初めて聞いた。 そういうい謙虚さが垣いまみれてれば最下位争いしていてもまだファンは報われる新庄監督に欠けてるのはファンに対する謙虚な姿勢なんだよスタメンの固定が早ければワンチャン3くらい争いくらいはしていたのではないかと思うくらいに内容は悪くないしきっと来季は CS 争いで暑い9月を過ごせるんじゃないかという予感はあるからね ファンはお金と時間を使って応援しているわけだからチームをまとめる監督として負けたならすまんと嘘でもいいからそういう謙虚な姿勢を見せてほしい「イのイソハタの野球能のないプレーは分かっていることそれなのにスタメンで使う監督も野球能のないということかイノシシ・イソハタのバッティングもヒットが出てもまぐれの」 レベルでその他の打席も含めて内容がその時のシチュエーションに配慮したものがなく幼稚すぎるその点相手のスクイズはお見事監督も見習うべきズボンに気を使っているどころでない即刻井の磯畑は2軍で実戦経験をもっと翼して這い上がってこさせるのが選手に対する真の愛情である北海道に移籍してからはまだ2年連続再開はないと思います 今年は最下位にならならけれればそでで良いです新庄監督3年目の来季も指揮を執るでしょうからそろそろ A クラスで戦えるかな戦ってほしいなぁと個人的に思っています加藤上沢両投手が抜けるかもしれませんが新しい戦力期待してます